高評価とチャンネル登録は愛です。皆さんこんにちは、カンドラチャンネルライフマガジンです。まずはですね、いつも視聴してくださる皆様本当にありがとうございます。皆さんのお力で、日々、YouTube のアップ、まあ大変ですが頑張っております。本日はですね、先週から予告させていただきましたカンドラ女優のコーディネートサイトを紹介しようと思って動画を回しています。まあイルタースキャンダル、まあ最近ハマってるドラマの一つなんですが、それをきっかけにですね、第1弾としてチョンドヨンが演じるナメンソンスタイルということで特集を組んでまいりました。ですのでこれからね、サイトの使い方説明していきますので、見てから、楽しんでいただければと思います。まあリンクは概要欄に貼っとくので、そこからクリックして入っていただければと思います。ちょっとだけなぜこれをやろうかと思ったかというと、まあ、カンドラね、皆さんもそうだと思うんですけど、僕大ファンでして、ほぼ毎日見てるんですけども、そうですね、まあ以前、その年私たちはっていうカンドラがあってですね、そこでチェウシクって皆さん大好きだと思うんですけど、チェウシクが着てたチェウシクの衣装あのデニムなんですけど、これをね買いたくて買おうと思ったんですけど、まあそもそも韓国ではもう即完売で、似てるようなものを探しても見つからない、もう本当に時間かけて探して同じようなものを購入しました。なので、まあ、おそらく僕みたいにね、カンドラ見ながら、女優が着てたあの服買ってみたい、着てみたいっていう方いらっしゃったと思うので、なので、このサイトを立ち上げて、皆さんがもっと簡単に買えたらいいなと思って用意しております。なので、まあサイト見ていただければと分かると思うんですが、トンデムからですね、直送して皆さんの、ご自宅にお届けするというサービスになっております。では、サイトをね見ながら、使い方について説明していきたいので、ぜひご覧ください。今からはヨベルクロゼットのサイトの使い方についてご説明します。まあ、そもそもヨベルクロゼットって何かっていうことですよね。女優のことを韓国語でヨベウって言うんですよね。でヨベウをヨベルにしてみました。クロゼットはクロゼットなので、女優のクレゼットっていうんですね。なので、まあ、カンドラ女優の衣装をコーディネートするっていうサイトなので、ヨベルクロゼット。なのでキャッチコピーはですね、あなたのクレジットをドラマチックに、東大門から韓国女優コーデをお届けっていうふうにしております。今回の第1弾ユータースキャンダル特集っていうページがこちらになります。なのでこのアイテムのチェックっていうところをクリックしていただければ中に入れますね。あとはカテゴリー別に、とはいえね、トップスなのかニットなのかパンツなのかよくわからない方いらっしゃると思うので、トップスはトップス、パンツはパンツ、ニットはニットでまとめております。下のレコメンドは何ですかっていうところなんですが、これはですね、主に、ナメンさんが着てた服と近いのを集めております。まあ注意事項にも書いてあるんですが、全く同じものではないのでね、なので見ていただいて、このシーンのこの服欲しかったなっていう方はここで購入いただければと思います。あとはブログですね。ブログには今回ノベルティとして用意したマウスパッドの4枚を、選択方法ですねを入れております。なのでこちらのブログから入っていただいて、ご注文と同時にやっていただければと思います。あとはご利用ガイド、プライバシーポリシー、お問い合わせ、よくある質問、公式 YouTube に、リンクが、飛べるようになっておりますので、気になる方はこちらからご覧ください。では、ご利用ガイドでちょっと説明いたします。ご利用ガイド。まず、購入前にですね、会員登録が必要なんですが、これは必須ではございません。ただし、住所がないとね、
皆さんに送れませんので、ご住所とお名前を書いていただくためにあるプロセスです。まあメリットとしてはですね、過去の購入履歴が ですね、それが蓄積されるので閲覧できるっていうメリットがございます。お支払いについてです。大変申し訳ないんですが、クレジットカード決済のみとなっております。使えるカードは、まあ、日本で使えるカードはほぼ網羅しているので、大体問題ないんじゃないかなと思っております。で、購入ページまで行くとですね、こういう画面になるんですね。で、ペイパルって何かというと、アメリカの、決済システムなんですね。なので、ペイパルのアカウントを持っている方は、ペイパルで支払いしていただければいいし、この黒い帯ですね。黒い帯をクリックすると、まあ、クレジット情報を入れてくださいねっていう、この画面になります。なので、クレジットのカード番号などを入れていただいて、支払いを行うという流れになっております。まあ、ペイパルはアメリカのセキュリティ、が強い会社でもあるので、ご安心して、決済していただいても問題ございません。あとは、送料と配送ですね。送料無料にしたいところですが、皆さんご存知ですかね、今、送料いくらなのか。ユーパークでですね、もう調べたら僕もびっくりしたんですけど、東京から東京に送るだけでも920円するんですよ。で、東京から九州もしくは北海道沖縄だと1300円以上するんですよ。高くないですか。まあでもね、だからといってね、安くってなると当然ね、給料が上がらない問題が出てくるので、まあ支払うべきものは支払うしかないっていう状態はではあるんですが、そこをなんとかね、僕の知り合いの倉庫にお願いして、500円、一律500円にしております。ただし、北海道、沖縄、九州は、先ほどもお伝えした通り、1300円ですので、800円と、させていただいてます。申し訳ございません。あとは、返品交換ですね。基本的に韓国からですね、関税をかけて、輸入してもらってるんですよ。当然送料もかかるので、基本返品交換はお断りさせていただきたいんですが、とはいえですね、不良品があるかもしれないじゃないですかね。どんな商品であれね。なので不良品があった場合は当然ご交換とご返品、対応しますので、こちらのこれ、私のメールアドレスなんですけど、メールアドレスなんですが、こちらにメールを送っていただければ、ご交換、ご返品対応いたします。まあ、決済してしまったらもう振り込むしかないので、まあ、弊社の、会社の、振り込み口座から、振り込ませていただこうと思っております。はい。あとはよくある質問を、ご覧いただきたいです。先ほど説明したブランド名について、まあ、ヨベルクロゼットはどんな意味ですか？東大門はどこですか、まあ、支払いについて、欠品について、発送について、返金についてみたいな、基本的に皆さんがよく質問、知りたいんだろうなっていう情報はこちらにまとめております。ではでは、どんな商品があるのかですよね。こちら、ナメンソンスタイルですね。ナメンソンスタイルをまとめております。いやーもうね、本当に、もう何週間これを探してたか。要は、ナメンソンと同じスタイルを何週間探してたかっていうね。だけどまあまあ、全く同じものではないんですが、ナメンソンっぽい、トップスや、デニム、カーディガン、みたいなものを見つけることができまして、なんとか、集められてます。なので、ぜひですね、見ていただいて楽しんでいただければと思います。こうやってですね、クリックしていただいて、中身見ていただければ、こうやって写真をね、何枚か用意してるので、見ていただいて、欲しいなってなったら、まあ、ここのコメントもね、一生懸命書いたので、商品説明も読んでいただいて、で、こちらで、デニム色なのか、
ライトデニム色なのか、サイズは S なのか M なのか L なのか、数量は1枚なのか2枚なのかって、選んでいただいてカートに追加して、で決済に進むことになります。で、決済が完了した方はこちらですね、商品購入後にノベルティのマウスパッドをご選択ください。マウスパッド選択シートはこちら。で、ここにアンケート用紙を用意しているので、飛んでいただいてですね、イルタースキャンダルマウスパッド注文アンケートっていうのを用意しているのでですね、見ていただいて、何点購入したかと、どんなマウスパッドがご希望なのか、4枚用意しているので、何番が欲しいのかって番号をチェックしていただければ、その番号の、マウスパッドをですね、商品と一緒に入れさせていただこうと思っております。ただし購入者のみのマウスパッドになるので、お名前とご住所、メールアドレスは必ず書いてくださいね。ただしですね、私の YouTube のメンバーシップの方には無料で当然、お送りさせていただきますので、メンバーシップ方はですね、こちらに最後に不明点ご要望などあれば何でも教えてくださいとっていうところに、メンバーシップの誰々ですって書いていただければ大丈夫です。はい、ではでは、ヨベルクロゼット、これからですね、今回はこのフィルタースキャンダルの特集をしてますが、次はですね、またみんなで楽しめるハンドラで特集組んで、皆さんにまた告知できればと思っております。ではでは、本日はここまでです。ではまた。Nobody else, I got you, and you got me too.